7月6日小岩駅北口周辺で第7回小岩阿波踊りが行われました。このイベントは阿波踊りを通して町の活性化を図ろうと、企業や町会、自治会、商店街など地域が一丸となって開催されています。第7回小岩阿波踊りに大勢の方に駆けつけていただきまして本当にありがとうございます。令和元年第6回を終わって5年間のブランクがあります。再開するにあたり皆様のご理解とご協力により第7回の小岩阿波踊りを迎えることができました。このような雨の中ですが、踊り手の方は頑張って踊ってくれるそうなので2時間楽しみましょう。5年ぶりの開催ということで皆さん同様私も大変楽しみにしておりました。ぜひ小岩の心意気を皆さんと一緒に共有できればと思っております。今日が素晴らしい一日になりますことを心から願いまして、私からの挨拶といたします。ありがとうございました。今回5年ぶりに開催されたこの催し、会場に設けられた5つの演舞場では地元有志の皆さんで結成された江戸舞場のほか、各地の阿波踊り団体の皆さんなどおよそ600名の皆さんが息の合った演技を披露しました。また未経験者でも飛び入り参加ができるにわか連には、子どもから大人まで世代を問わず多くの皆さんが参加し踊りを楽しんでいました。小岩の夏を代表するイベントとして大きな盛り上がりを見せた小岩阿波踊り。この日参加した皆さんの熱い思いをこれからも大切に未来へつないでいきたいですね。